相撲は、ベースボールマガジン社が1952年から発行している相撲専門雑誌。日本相撲協会の機関誌である。前身は1949年発刊のベースボールマガジン編集、相撲号。その後も、相撲号として、ベースボールマガジン特集、または、ベースボールマガジン別冊の表示を入れた上で発行。1952年から同代、同題。 月刊誌で年12回発行され、奇数月号は場所展望号、多摩数月号は場所総決算号と呼ばれる。展望号は大相撲の番付発表の3日後、決算号は場所後最初の木曜日に発売となる。相撲専門誌はこれまでに本市以外にも NHK サービスセンターより発行の NHK 大相撲中継へと、 読売新聞東京本社発行の大相撲と合わせて3種が存在していたが、読売が2010年9月号を最後に休刊し、さらに2011年に八王朝問題が発覚したことで NHK も休刊となったため、相撲専門誌は2011年から NHKG メディア大相撲ジャーナルが創刊される2013年6月まで本詞だけが唯一残る形となっていた。 毎月、全力士の星取り表や関取りの略歴表が連載されている。なお場所前の奇数月号には、1999年7月号から本物の番付も付くようになった。また、活躍した力士のグラビアやピンナップなども掲載されている。2011年3月号は、八尾町問題の影響により、春場所展望号の名称を外す形で、通常の 3月号としての発売された。このため、4月号は本場所開催対望号として発売された。なお、第二次世界大戦前の1936年より1950年まで、当時の大日本相撲協会により、同題名の機関紙が発行されていたが、戦後の本紙との直接的つながりはない。1980年から1998年10月まで、 本市より一回り小さいサイズで、より若い相撲ファン層を対象にした、バンバン相撲会という雑誌も刊行していた。 最初は、各月間、後に月間に移行した。約クミツルのおちゃんこクラブやことけん、ジュニアの連載はもともと本誌で連載されていたもので、休館に伴い、相撲へ移行したもの。他に、デーモン閣下や桂文福のエッセイの連載もあり、大関、高野波の人生相談コーナーもあった。ありがとうございます。